本のマラドーナ登場、高萩洋次郎、J2 第5節、栃木 SC 対大宮 RD ジャゼ、事件は起こる。1対1で迎えた後半35分に、栃木 SC の高萩選手がゴールキーパーに跳ね返った。ボールがそのまま手に当たる。その手に当たったボールはゴールに吸い込まれた。栃木 SC はこれが決勝ゴールとなり2対1で勝利。これはもしかして